My name is Ai Negishi. Please call me Aipon. Nice to meet you. Thank you very much, Aipon. Welcome to the Philippines. Yay! 私はお母さんがフィリピン人で、フィリピンと日本のハーフなので、ちっちゃい頃にマニラには来たことがあって、でセブンにも行ったことがあるので、合計4回目のフィリピン。になります。フィリピンはとっても楽しいし、私はフィリピンの料理が大好きなんです。特に好きなのはアドボが一番好きです。私はお母さんが作るアドボが一番好きなんですけど、スペアリブが一番好き。そうですね、私はアイドルグループのリーダーをさせていただいたんですけど、すごい大人数をまとめるのがすごい大変でした。グッズ買ってくれたファンの方もその D4DJ のグッズを持ってきてくれていて、すごく嬉しかったです。私はいつもD4DJ のマーメイドというグループで活動しているので、またいつかフィリピンにマーメイドとしても出演できたら嬉しいです。なので衣装もすごいセクシーな衣装を着るから、ダイエット大変です。やっぱりそのチームで活動できる、一人じゃなくて他のメンバーの力を借りてすごい大きくなれる、成長できるところがすごくいいなと思います。いっぱいある、いっぱいあって、もうフィリピン人はたくさんおもてなししてくれるところと、あと私は寒いのが苦手だから、ずっとあったかいところがすごく好きです。マーメイドは夏にいつもライブをやっていて、日本なんですけど7月の28日に単独のワンマンライブがあります。サマーキラーウィンというタイトルの、はい、ワンマンライブがあるので、すごく熱いライブにしたいと思います。はい、改めまして本当にフィリピンの皆さん、いつも温かい応援をありがとうございます。本当に私自身とってもフィリピンも好きだし、 D4DJ というコンテンツはとってもいろんな素敵なミュージックがあって、皆さん絶対に好きな曲が見つかると思うので、これからもたくさん応援してくれて、そしていつかね D4DJ のみんなでフィリピンに来れるように私も頑張っていきますので、応援これからもよろしくお願いします。パスポはもう解散しているグループなんですけど、でも今でもメンバー全員仲良くて、いつも遊んで楽しく過ごしてるんですけど、この間セブでパスポのメンバーの子が結婚式をしたんですよ。なのでみんなでフィリピンにも来て、みんなもフィリピンのことすごい好きになってくれたので、いつかね違う形でまた皆さんに会えたら嬉しいなと思います。本当に今回トイコンに出演できて本当に本当に嬉しかったです。私一人ソロで歌うのが実は初めてのライブがこのトイコンだったので、とても貴重な機会をもらえて、トイコンのお客さんも皆さん温かくて本当に最後まで楽しい機会になりました。ありがとうございます。 Thank you very much. サラナッポ、ありがとうございました。